9月3日後楽園ホール大会にて行われます三冠ヘビー級選手権試合、挑戦者野村直也対王者宮原健人、こちらの一戦の記者会見を始めさせていただきます。まずは挑戦者野村直也選手、意気込みのコメントをお願いいたします。はい、まあいよいよ明日9月3日、タイトルマッチ、いよいよ、まあ、この時が来たかって感じなんですけど、まあ明日9月3日はまあ多分プロレスファン、全日本プロレスファンの大半が、まあ、横にいる宮原選手が勝つんじゃないかって、まあ、思ってると思うんですけど、まあ明日来たら本当びっくりしますよ。俺が明日この横にいる宮原をぶっ潰して3カウント取りますよ。そしてプロレス界の歴史を俺が変える。ついに明日この8月18日から北は札幌から始まった話が、ストーリーが終焉を迎えると。8月ツアーも回って思いましたが、やっぱり日本全国が今宮原健人を求めていると。その中でチャレンジャー野村直也に負けることは許されないし、うん、日本全国のプロレスファンがそれを望んでないでしょう。まだまだチャンピオン姿の宮原健人を見たいでしょう。そしてここ数日しつこく言ってきましたけどね、明日は 99% 俺は負けることはない。皆さん、この北海道授業中通じてこう野村選手の勢いってこう、うん、やってることを感じたと思うんですけど、改めて振り返ってどうでしょう。新技の一つも受けましたし、ただね、一つ出してないっていうのがちょっと今日今日まで気がかりはそれぐらいですよ。あとは全て見てきたし、うん、勢いだけじゃチャンピオンになりませんよ。野村選手、今チャンピオンからそういう言葉がありましたけど、うん、まああの、前哨戦で僕の、一つの新技である裏スピアを出して、まあ、横にいる宮原選手を KO したんですけど、もう一個新技をあるということで、まあまだそれは出してないで、僕、ちょうど半年前にタイトルマッチも、まあ、宮原選手とやって経験してる分、なんか向こうの技っていうかそういうものをもう全部分かってるんで、まあ僕の方がちょっと引き出しは、まあ、彼が知らない引き出しはあるんじゃないかと、はい、そういった面では、まあ、確実に勝てるんじゃないかと、はい、思います。先日 99% で勝つという発言がありましたけど、それは今も変わらないですか。うん、変わらないですね、はい。まあ、なんて言うんだろう、今までにない自信があるんで、俺には、はい、もう多分過去一番強い、明日は一番強い野村直也で、はい、行くと思うんで、まあ時代は変わりますよ、はい、見に来ないと後悔しますよ。あと宮原健人政権に俺が趣旨を打つと発言してましたけど、うん、やっぱりそうですね、まあ結構この宮原選手がなんかシングルのタイトルマッチとか、あと、まあ、リーグ戦だったりそういうの全部独占してる状況が続いてるんで、まあここで誰が止めるかって言ったら、もうまあ絶対俺しか多分やれる人いないと思うし、はい。でチャンピオンカーニバルも優勝したし、で次王道トーナメント、これは絶対優勝させるわけにはいかない。で、俺が明日必ず、勝って、チャンピオンとしてこの王道トーナメント出場して、
王道トーナメントも優勝しようと、はい、全日本プロレスの残りの、まあ、下半期のそういうリーグ戦だったり、まあ、大きい大会っていうのは俺が全部取ってやろうと、はい、思います。ケビン・ミラーさんからすると、この先の王道トーナメント、今回勝てばチャンピオンとして出場しますけども、そのような意識今の時点でされてますか？いやいや、全然意識してないです。はい、僕は常に遠い未来よりその目の前のことを一瞬一瞬を大切に生きてきてる人生なので、今は明日のことしか見えてないし、ね、今までのチャレンジャーでもね、よく宮原健人政権に終止符を打つといったチャレンジャーは何人かいましたけどね、ぶっちゃけね、宮原健人政権なんてのはね、しょうがないんですよ。僕がプロレスラーで生まれた以上は、その時代を生きてるレスラーは申し訳ないけど、俺の脇役にしかなれない。うん、なぜなら俺だからね。宮原健人が主役じゃないと全日本プロレスは面白くないし、うん、この時代を生きる野村直哉選手には申し訳ないですけど、明日も脇役に徹していただこうかなと思ってます。時代はそう簡単には動かないですよ、うん、明日は動かない時代と言われましたけど、はいはい、それを動かす自信は今もありますし、まあ、自信しかないですね、はい、100% 動かせる、はい、その自信しかないです。まあ、明日は、まあ、宮原選手に脇役になってもらおうかなと、はい、で俺が主役に、はい、なって、はい、まあ、全日本プロレスの中心に立つと。宮原選手は横にいる野村選手からこう何か伝わってくるものって今現在ありますか？いや、もう8月ツアーも、なんていうんですかね、うん、素晴らしいレスラーっていうのは多分おそらくね、プロレスファンは思ってると思うんですよね、野村直哉選手のことを。ただチャンピオンっていうのはね、また次元が違う話なんですよ。チャンピオンっていうのはね、メイベンター、そして宮原健人はエースっていう称号もついてきてるんで、それ全てね、ハッペガスぐらいのね、プロレスラーかって言ったら、それは明日どうなるか証明されると思いますよ。俺が 99% 勝つっていう意味がね、明日会場に来れば分かると思います。素晴らしいレスラーはたくさんいますよ、この業界は。ただエース、メインイベンター、チャンピオンっていうのは一人だけですから、その一人が俺ですからね。明日野村直哉選手をね、応援するファンの皆様はね、うん、まざまざと宮原健人ワールドに飲まれ込まれないようにね、飲み込まれないようにお気をつけください。